2020年3月21日、私は今、地下鉄4号線、3号線のジンシャールーの駅にいます。今から上海の加藤師範大学に行ってみたいと思います。これ、加藤師範大学に行く理由は、YouTube を見ている方から、加藤師範大学に留学をしていて、以前、留学をしていたので、どのような様子になっているか撮ってきてほしいというリクエストがあったからです。このジンシャールーの駅っていうのはもともと何もなかったんですけども、今はこのグローバルハーバーという大きな商業施設ができています。中国語ではファンチューガンというんですね。ものすごく大きなビルが2つ建っています。加藤師範大学は私も行ったことはないんですけども、ここから歩いてすぐですね、かなり大きな敷地面積ですね。まあ、中国ではかなり有名で優秀な大学です。私は今まで上海では、交通大学ですね、上海交通大学には行ったことはあるんですけども、加藤師範大学は初めて来ます。交通大学は行ったことがあると言っても中国語の試験を受けに行っただけです。通ってはないです。それでは早速歩いていきたいと思います。今日は本当天気がいいですね。帽子持ってくるの忘れたのと、日焼け止め塗るの忘れたのがちょっと失敗しましたけど、まあ仕方ないですね。真夏じゃないのでまだマシだと思います。このショッピングモールいつできたんですかね。 2,3 年前です。かなり巨大です。後でここで食事したいと思うので撮影もしてみたいと思います。まずは大学の方に行きたいと思います。ここは地下鉄3、4号線のジンシャンルーの駅なんですけども、この近くに13号線という電車もあるんですね。看板が出ています。天気は春ですね。動画撮るようになって思ったんですけども、光ってすごい大事ですね。特に太陽の光はすごい強いので撮影が綺麗にできます。室内で撮影するとやっぱりライトが足りないので綺麗に撮れないですね。あれは本物の木なんですかね。すごい綺麗なんですけど、ものじゃなくて造花でした。地図ではこの左側ですね。この先の道がジョンシャンベイルーになります。左へ行くと中山公園ですね。ジョンシャンベイルーを渡りたいと思います。あれ、今信号は赤ですね。じゃあ先に向こうに渡ります。昔の上海は車のクラクションだらけだったんですけども、今は規制されていてクラクションを鳴らせなくなっています。ですので結構静かです。ただ電動自転車のクラクションは結構うるさいですね。で、彼らは本当ルール守らなくてどんどん突っ込んでくるので気をつけないといけないです。方向としてはこのまままっすぐ行くと東門に行くんですね。
中国の場合5年ぐらいで景色がガラッと変わるので、もしかしたらその方が留学してた時と今と変わってるかもしれないです。ただこの辺の建物を見ると結構古いので昔と一緒じゃないでしょうか。まあ、こういう塾とかあったり、やっぱり大学の雰囲気がありますね。さすがにでも今日は大学の中には入れないと思います。普段だったら別に勝手に入れるんですけど、ここは本屋さんですね。この本屋もすごい綺麗ですね。カフェになっていて、中国の本屋もう本当どこもカフェがついてておしゃれです。ただ経営ができてるのがすごい不思議です。大学が見えてきました。加藤師範大学。まあ、師範大学って学校の先生になるための大学みたいですけど、中入れるんですかね。ちょっと入ってみたいと思います。多分ダメって言われそうですけど、警備員の方に入りたいと言ったんですけども、やっぱり関係者以外入れないみたいです。まあ仕方ないですよこれは。それではちょっと大学の周りを回りたいと思います。かなり広いので一周回るのに相当時間かかると思います。まあ天気もいいし散歩ということでいいでしょう。ここの植え込みから入れそうですけどね。これはでも大学じゃないのか。これは体育館と書いてますね。ここから入れそうですよ。ちょっと行ってみたいと思います。もし言われたら戻ってくればいいです。こういう塾があったりと大学の雰囲気がありますね。ここは誰もいないですね。入れそうな感じですね。ただ大学に繋がってないのか。これは大学に繋がってなさそうですね。まあさすがにそんな警備は甘くないですよね。まあ日本もそうでしょうけど、今年大学を卒業する学生たちは大変ですね。就職先が本当ないと思います。これは大学なんですか。師範大学附属の小学校なんですね。こういう手洗いしましょうとかいうスローガン貼ってあるのがやっぱり共産主義の国だなと思います。ここは何でしょう、一般の住宅ですかね。こっちに行くと蘇州川になるんですけど、川の方も何かあるんですかね。ちょっと地図で確認します。ここを進んでいって川の方に行くと南門があるみたいです。とりあえず一周回ってみたいと思います。かなり気温が高いですね。これ夏にマスクするって結構嫌ですね。夏までにはマスク解除になってほしいところです。左の方が影になってるんで日焼けしないでこっちの方歩きます。あ、これ結構ローカルの店がありますね。
市場があるんですね。かなり距離がありそうなんで、ちょっと自転車に乗りたいと思います。ちょうどここに自転車がありました。ここは蘇州川ですね。なんか住宅街に来て大学から離れてしまいました。ただこの先多分右に曲がれば大学の方に戻っていくと思います。おそらくこっちに進めば大学の方に戻ると思います。ここはすごい綺麗に整備されてベンチまでありますね。本当平和な感じがします。おそらくこの壁の向こうは大学の敷地だと思うんですけど、どうなんですかね。あそこになんか入り口らしきものがあります。あ、そうですね、ここに加藤師範大学と書いています。本当に平和な感じですね。メインの入り口っていうのはどこになるんですかね。北門がメインなんですかね。大学が敷地がでかい割には今見た2つの門はそれほど大きくないです。今気づいたんですけど、この左側は調布公園、長い風の公園といってかなり大きな公園です。またここも撮影してみたいと思います。まあ、上海のいろんなところ撮影していくとネタが尽きないですね。この YouTube を見てる方でここを上海のここ撮ってきてほしいとか、こういう場所を見てみたいということあればぜひコメント欄へお書きください。できる限りリクエストに答えていきたいと思います。自転車乗りながら片手で iPhone 持って喋りながら走ってるっていう、何やってんだっていう感じですね。まあ、私のこの YouTube のチャンネルはもともと中国株とかアメリカ株の株で始めたんですけども、中国の経済状況をみんなに分かってもらうということで街中を撮り始めて、それで意外にもこの中国の景色の動画が人気だったのでアップしていくことにしました。
ここは普通のマンションですね。これは大学の寮でしょうか。中国人の人から聞いたんですけども、中国は一般的には大学生になると全員寮で住んで自宅から通うことはないそうです。寮生活をして4年間過ごすみたいです。そしてめちゃめちゃ勉強させられるということです。日本の大学みたいに遊んだりあんまりバイトとかできないみたいです。私も昔、アメリカの大学にちょっと行ってたんですけども、その時も基本的にアメリカ人は家が近くにあったとしても寮に住むのが一般的でした。そして2回生になると寮から出て友達たちとシェアアパートで住むっていうのが楽しみみたいな感じでした。日本みたいに家から通うっていうのはほとんどなかったですね。この辺の雰囲気はちょっとあれですね、ローカルな感じになってますね。この辺も住みやすそうな感じですね。人がそんな多くなくて騒がしくなくいい感じだと思います。あ、この道がジンシャージャンルーですね。おそらくここ左に、右に行くと大学に戻っていくと思います。それではちょっと自転車乗りたいと思います。ただ思ったより距離長いのでもう少し自転車で走ります。このアパートの向こうぐらいですかね。これは鮮魚市場ですね。自転車乗りながら動画撮ってるとかなり手ぶれしてると思うんですけども、ご了承ください。道がガタガタですね。これ向こうにはジンシャージャンルの駅が見えています。私も時間があれば大学へ行って中国語をちゃんと勉強したいですね。中国に来てから勉強しだしたんですけど、あんまり真面目にやってないので適当な中国語でなんとかやってる感じです。私も日本の大学時代は第二外国語で中国語を取ってたんですけども、全然やる気がなくて2年間行くところを3年行ってなんとか単位を取りました。そして自分の名前すら中国語でなんていうか知らなかったんです。当時はまさか中国に来ると思ってなかったので全然やる気はなかったんですね。ここも大学の敷地ですね。でも中国の大学に留学すると言っても私には寮生活は多分無理ですね。日本料理しか食べれないので中華料理は全然食べれない。かなりきつそうです。今中国に住んで15年ぐらいあるんですけども、中華料理は月に1回食べるか食べないかもしれない。誰かと一緒に食べる時だけで自分から食べることはまずないですね。あの油と味付けがなかなか私には合わないです。この辺は結構ローカルの店ですね。ここでちょっと自転車降りたいと思います。ジンシャージャンルー、ジョンシャンベイルのバス停です。
50歳を超えた上海人の人に聞くと、この辺は昔は本当に何もなく農村だったそうです。大学の北門っていうのはどこにあるんですかね。全然出てこなさそうなんですけど、あれ、大学の北門がないですね。さっき見た小さい門が北門なんですね。ということは南門がまだ見てないですね。南門はこのまままっすぐ行って右に曲がるみたいですね。右转。七十里处有违章拍照，请系好安全带。地図ではここは右に入っていって中入るということなんですけども、さっき来た通りここ中入れてもらえないので、まあ仕方ないですね。ここで諦めるしかないです。それではちょっと駅の方に戻って、あのショッピングモールの中を見てみたいと思います。ちょっとこのジョンシャンベイルの反対側を歩いて戻りたいと思います。しかし暑いですね。もうこれダウンとか着てる場合じゃないですよ。これは何ですか、地方政府の委員会とか看板がいっぱいありますね。駅の方に戻ってきました。それにしてもこの信号長いですね。やっと青になりました。この道はニシャールーというみたいですね。こういう巨大なショッピングモールが上海の至る所にかなりの数あるんですよね。日本と比べて人の数が違うので、本当規模が全然違いますね。このショッピングモールの中に来ました。入っていきなりここはアップルストアですか。
なり人がいっぱいいますね。まあなんだかんだ言っても iPhone は人気ですね。いやすごい豪華です。ここで昼ご飯を食べたいと思います。どういう店があるのか全然知らないんで一応軽く見てみます。ショッピングモールで音楽かけられるとすごい YouTube に困りますね。動画をアップすると音楽の著作権違反で警告が来ます。別に意図的に私の音楽流そうとしてなくてもバックに流れて音楽を拾って YouTube の AI がおそらく警告を出してきます。日本のユニクロもどこ行っても店ありますね。いやすごいですね。なかなかなんかカフェみたいなものがないですね。フードコートみたいなのがあるのでちょっと見ていきます。ただ私の食べれそうなものはなさそうな感じですね。いやちょっとここは私には無理ですね。諦めます。まあ、最悪向こうにスタバがあるのでスタバにしますけど、せっかくなんでなんか変わったカフェに行きたいですね。向こうにはコスタコーヒーがありますね。イギリス系のカフェで今はコカ・コーラの傘下になっています。コスタコーヒーのカフェラテは結構美味しいです。ただ日本にコスタコーヒーは進出してないので日本人にはあまり馴染みがないと思います。ただ食べるものがあんまりないんですよね。それにしてもものすごく巨大ですね。ここ歩くだけで疲れます。最悪はそれかピザハットですね。ピザハットでもいいと思いますけどもう一個上を見てみたいと思います。高知ですね。今高知の親会社の株価ものすごく下がっていますね。ここにカフェあるんですけど、ここは営業してないですね。仕方ないんで、ピザハットに行きたいと思います。まあ、最近ピザ食べてないんで。